はいどうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今回は今、前回お伝えしたペイペイを実際に使ってみる動画なんですけども、今回は実写の動画も含まれておりますので、最後まで楽しんでいただければと思います。で、今回僕が使うのはサムネとタイトル通り、ペイペイを使って、実際松屋で決済をしてみたというもので、やってみたいなと思います。で、まず松屋で使う前に、ぜひちょっと準備していただきたいことがございまして、今回は実際僕が使ってみるという動画なので、どんな風な準備なのかというと、今画面に出ている一番の画面に関して見ていただくと、これがペイペイを開いた最初の画面になるんですが、ここに最初にバーコードが出てるんですけども、ここではお支払いすることができないので、もうこの一番の画面の下の方にある支払うというところですね。これを押していただくと2番の画面に移ります。で、ここにバーコードと QR コードが出てるので、ちょっと今回は黒で囲ってるんですけども、ここに通常 QR コードとバーコードが出てくるので、今回使うのはこのピーって書かれてる QR コードを使います。で、それでお支払いをするということになるので、実際にどんな風に支払うのかっていうところを次の動画で、実写の動画が出てるので、それを見て、参考にしていただければなと思います。それでは、どうぞ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。これ、実際見て、難しいかなと思うところは一つもなかったと思うんですよね。買った時に、ペイペイっていう風に音が鳴ったら、しっかりとお買い物完了できましたよと、お支払い完了できましたよというような合図になるので、かなり簡単なのではないのかなと思います。で、実際に、支払った時の画面っていうのが右に今出てる画像の通りなんですけど、松屋に支払いということで、530円。の、530円をネギポン酢牛飯かな確か。それを頼んだんですけども、それでおめでとうございますということで、108円相当のペイペイ残高をゲットと出ておると思います。で、今は第2弾100億円キャンペーンがあるので、実際に 20% 絶対戻ってくるので、もうよく、例えば一人暮らしとか、例えば、働いてる先に松屋が近くにあってよく利用するということであれば、もうやっぱこういうところで使った方が、ちょっと100円でも浮くと、やっぱりランチで100円浮くとやっぱ嬉しいですよね。本当。なので、こういったところはかなり有効活用できるのではないのかなと思います。使いすぎだけ気をつければ、本当にこのキャッシュレスっていうのはかなり、これからも、いろんなキャンペーンとかも、出てくると思うので、やっぱりペイペイと、ペイペイは、その中でも、本当に今だからこそ、まだまだ使えるというところはあるので、多分これからも使えると思うんですけどね。なので、ぜひこれからも、僕もペイペイ、またどこで何を使ったとか、そういったのがあればまた発信していきたいなと思います。ということで、今日はここまでにしたいと思いますので、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と、ツイッターのフォローなどしていただければ嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。